どうも、かずあかりです。今回は、プレイヤーあるある8000って言っても私が思ってるだけかもしれない。行ってみよう。1個目、万能アラビックヤマト。アラビックヤマトっていう水のりがあって、まあ、水のりを使ってる人もいると思うんですけど、大体みんなアラビックヤマト使ってます。ウィッグのさ、こういう毛の部分って、こう、ちょっとウィッグってこう浮いちゃいがちで、こういうちょっと肌から剥がれてるところを、ここにアラビックヤマト塗ってピタってやると顔にくっついてくれます。これはなんかアラビックヤマト使ってたり二重のり使ってたり両面テープ使ってたり、本当顔に塗る専用のちゃんとそういうアシストとかに売ってるやつ使ってる人もいます。まあ大体よく聞くのはアラビックヤマト。2個目、これはなんだろう、いろいろやっていくとなんですけど、技術がいろいろついていきます。例えば、それこそウィッグセットとか、衣装作り、小物作り、メイクでしょ？なんかいっぱい技術がついていきます。でも、ウィッグセットとかって、初めてやった時すっごいヘボヘボなウィッグ作ったんですよ、私。何これみたいな。技術作ってたんですけど、ウィッグセット上達していくし、なんか裁縫も服とか作らないと思うんですけど、服作り始めたら、どんどん上手くなってったりとか。ネックレス作り出したりとか、ブレスレット作り出したり、指輪作ったりとか、そういうちょっと、なんか、絶対使わんやろみたいな技術がどんどん身についていきます。3つ目、女の子のレイヤーさんだと思う。ガムテープで胸を潰します。本当は B ホルダーっていうそのバストをこう、ギュって縮めるやつとか、そういうさらし布をこうギチギチに巻いてやったりするんですけど、なんか、さらしとかって一人じゃやりづらいし、ビーホルダー買うお金がないっていう学生の時とかは、私もガムテープ使ってました。ガムテープを、でも肌にやっちゃうと肌持ってかれるから、シャツ着た上からガムテープで、ベターって、ぐるぐる巻きにして。でも、更衣室でやっていくと、すっごい音響いて恥ずかしいんですよ。ビチビチビチみたいな。だから、家で、やっていくと、なんか、ガムテープみたいな。でもめっちゃきつくなるし、辛いんで、なんかガムテープとかテーピングでやると、きつくて辛くなると思うんで、なんか、ビーホルダー買った方がいいよって思います。そう、全然ビーホルダー買ってから全然変わってるから、うん、そっちの方がいい気がしますが、まあ、でもガムテープっていう手もあります。はい。次、4つ目。学生さんだとやったことないかもしれないけど、眉毛を全剃りし出す。私の学校は眉毛剃っちゃいけないとかなかったんで、学校行きながらこう前髪で隠れるからいいやと思って眉毛全剃りしてたこともあります。でも、眉毛全剃りするといろんな角度に眉毛描けるし、それこそ実際の眉毛って黒いから、なんか色がつけやすい赤のウィッグ被ってるから赤の眉毛にしたいとかいう時も、自分の眉毛生えてなかったらペンシルとかで描きやすいからおすすめです。まあ、眉つぶしっていう手もあるけど、やっぱりそのサラサラの肌のところに描く方がやりやすいかなっていうのはあります。まあでもね、自分のお肌に無理のない程度が一番いいと思います。はい、5個目。5個目は、イベント、レイヤーさんがイベントに行った時に起きる、はじめまして現象。なんか、イベントで会った時とかに、なんか、あ、お久しぶりです、お久しぶりです、よねみたいなところがあるんですよ。結構、例えば、この前男装で会ったけど、今回女装で会った時とかに、わからないみたいな。で、やっと、なんか、誰々ですって名前言われて、あみたいになるんですよ。ああ、この前のね、みたいな。なんか、やっぱ何回も会ってる人とかだと絶対わかるんですけど、本当にもうこの前のイベントで一回会っただけの人とかは、誰々ちゃんと一緒にいた子、みたいな、なりやすいです。だいたい、何回も会ったりとか、ツイッターで話してたりすれば、多分覚えてる気がする。ね、まだ最近イベント行ってないから全然そんな現象起きないけど。はーい。6個目は、潰れたおにぎりとパン。これはね、あるあるだと思っている。結局、そのイベント行ってる最中とか、コスプレ、そういうスタジオで撮影してる時とかに、お腹空いちゃうんじゃないかなって思って、行く時にパンとかおにぎりをコンビニで買ってったりするんですよ。
で、買って、買って、で、いざイベントとか行ってると、なんだかんだ時間がなくて、食べないことが多いんですね。私は。結局、ご飯、そのおにぎり入ったままとかでこう、歩き回って、あ、久しぶりですって、撮影ありがとうございますってやって、イベント終わっても結局アフター行ったりとか、アフターっていうのはもうその合わせした人でご飯行ったりとかね、そういうの行ったりした後に家帰って整頓するじゃないですか。おや?みたいな。これはおにぎり?みたいな。こんなになったおにぎりが出てきたりとか、そう、こんなになったの。なんか、うわぁ、薄い、何これ、メロンパン?みたいなやつが出てきたりします。7個目は、キャラの顔と身長が伴わない現象ですね。まあ、伴ってる人もいると思うんですけど、やっぱり、その女の子の状態で、男の子のキャラクターやると身長ってやっぱ足りないこと多くて、私みたいなのも154なんですけど、私、このそれくらいしか身長ない人が、160とかの人と合わせして、私の方が背高いキャラクターとかだとすると、まあ、相手がペタンコの靴履いてくればいいんですけど、例えばじゃあもうこれくらいヒールあるよってなった時に、私がいくら10センチ持っても、私10センチ持って164じゃないですか。でも相手が160あったとして、4センチ持っただけで私と同じ身長になるんですよ。そう、だから身長伴わなかったりするんで、の撮影中になんか足こんなになりながら撮影してたりとかはあります。でもやっぱやりたいキャラやりたいからさ、みんな。身長いくら伴ってなくてもちょっと。足全開に広げたりとかして頑張って撮ってます。はい、なんかやり方次第でいろいろできるから、やっぱやりたいキャラクターをやるべきだと思っている私は。はい、次、最後か、最後8個目、シャッターを3秒とか切られるじゃないですか。3、2、1って、それで決め顔ができますね。だから例えばここに乗り付けてる最中とかでこうアラビック持っててさ、こうやってやって、でもその間になんかカメラマンさんが3、2、1とか言われちゃったら、もう3、2、1みたいになるんですよ。もう圧倒的に急にできる決め顔が多いです。例えばそれ3、2、1じゃなくても、なんかはい行きますって言われたら、それまでちょっと他のレイヤーさんとなんかアハハハって話してても、なんか若い若いみたいになります。ねえ、どうでしたでしょうか。レイヤーさんはなかなか共感するところもあったのではないかなと思っています。これでもレイヤーさんでしかわからないかな。はい、よかったら高評価とチャンネル登録していただけると嬉しい限りです。また次回も見に来てください。バイバーイ。